武蔵小杉駅は、神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目及び、新丸港東3丁目にある、東日本旅客鉄道、東急電鉄の駅である。本駅には、JR 東日本と東急の2社6路線が乗り入れ、接続駅としての役割も果たしている。JR 東日本の駅には、南部線、横須賀線、湘南新宿ライン、 相鉄線直通の4系統が乗り入れる。スリーレターコードは MKG。横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄線直通は、線路名称上東海道本線の支線で、品、鶴線の通称を持つが、旅客案内では、新宿方面からの東海道線直通列車を除き、東海道線、品、鶴線の名称は使用されない。横須賀線、 湘南新宿ラインのホーム開業までは南部線のみの駅であったため、現在も同線を所属線区としている。また、横浜支社の管内となっており、品、鶴線西大井方の玉川橋梁の横浜川堤防上には東京支社との境界が存在する。なお、品、鶴線を経由する特急列車として、東海道本線方面の特急。 踊り子サフィール踊り子の新宿方面発着列車と、成田空港への連絡列車である特急、成田エクスプレスの横浜、または、大船発着列車が停車する。東急の乗り入れ路線は、線路名称上は、東横線のみであったが、2000年に複々線化され、目黒線の列車も停車するようになり、東横線の列車とは案内上は、区別されている。以下、 本記事では特に必要がない限り、旅客案内場の名称を使用して解説する。貨物列車専用であった品、鶴線に、横須賀線の列車が走るようになった後も、品、鶴線側には長らくホームが設置されていなかったが、2005年4月4日、川崎市と JR 東日本は、横須賀線武蔵小杉駅設置に関して、基本合意した。 開業時の横須賀線の乗降人員は、他線からの乗り換えも含めて1日あたり約7万人程度を見込んでいたが、初年度の乗車人員は4万人程度であった。これにより、本駅を発着、または経由して、東京近郊区間内のみを乗車する場合、運賃計算経路が短くなり、従来に比べて運賃が値下げとなる。また、 現行の南部線と東京山手線内との間を、東急東横線、小田急小田原線で経由する、定期券以外の通貨連絡運輸は廃止となり、乗車される区間をそれぞれ合算した運賃となる。ただし、定期券は従来通り前後の JR 線、営業記録を合算する。JR 東日本と東急の駅は改札内での、相互の往来は、不可能であり、改札を出て、 連絡通路を経由するようになっている。なお、かつて JR と東急のホームを連絡する中間改札口が設置されていたが、東急側の駅改築に当たり廃止となった。JR 東日本の駅には北口、西口、東口、横須賀線口が、東急の駅には正面口、南口、東急スクエア連絡口があり、このうち正面口は、 正面口1、正面口2、正面口3に分かれる。武蔵小杉駅を通過する東海道新幹線。東駅付近には、同線で最も急な最小曲線半径500メートルの、急カーブが存在する。南部線ホームは、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。また、横須賀線、湘南新宿ライン。 相鉄線直通、埼京線直通のホームは、島式ホーム一面に線を有する高架駅である。直営駅で、南部線の高河原の駅から、鹿島大駅までの各駅と、横須賀線新川崎駅を管理している。北改札に緑の窓口があり、指定席券売機は、北改札の緑の窓口と新南改札の自動券売機に併設している。以前は、 北改札にビュープラザがあったが、2017年4月に閉鎖されている。エスカレーターとエレベーターは、改札内とホームを結ぶものと改札外と西口、北口を結ぶものがある。オストメイト対応の多機能トイレもそれぞれの路線の改札内に設置されている。横須賀線ホームの開業後に、南部線ホームと横須賀線ホームを結ぶ連絡通路が、 津奈島街道と東海道新幹線の下をくぐるように設置され、2011年春に完成する予定であったが、東日本大震災の影響により延期され、同年6月25日より使用を開始した。東海道本線の品川駅、川崎駅、鶴見駅間が普通になった場合、通常は川崎駅に停車する東海道線が品、鶴線経由となり、当駅に 臨時停車することがある。横須賀線ホーム開設以来、特に朝ラッシュ時の混雑が激しくなっていることから、新南改札の向かいに朝ラッシュ時のみ、使用可能な入場専用臨時改札の開設、北改札横須賀線ホーム間の連絡通路を兼ねている2番線ホームを1メートル拡幅する工事を、それぞれ行い、2018年春に併用開始している。また、 さらなる混雑緩和のため、下りホームの新設工事を行い、二面二線のホームとした上で、南部線北側からの新規改札口の設置を2023年度の共用を目指して工事を行う予定。2020年3月26日、JR 東日本は横須賀線下りホームの新設工事の着手を同年4月から行い、 2022年度末頃に、供用開始することを発表した。なお、先行して、ヤード整備は2019年12月より、実施中としている。乗り場発車メロディ2014年2月26日より、南部線ホームにおいて、川崎フロンターレの応援歌、ナンバーワン野郎、を発車メロディとして導入した。なお、横須賀線ホームは歪曲しており、発車メロディは、 駅員が扱っている。島式ホーム2面4線を有する高架駅。ホームの外側を東横線、内側を目黒線、それぞれの列車が使用する。エスカレーターエレベーター、多目的トイレを併設している。このうちエスカレーターは正面口側が下り専用、南口側が上り専用となっている。高架火事に際してホーム中央に 駅ビルを建設するスペースが確保されていたが、2011年8月に着工した。2012年12月6日より、東横線ホームにおいて、川崎フロンターレの応援歌で、スキマスイッチの常田慎太郎が作詞、作曲した、とどろけ。青き魂を発射メロディとして導入した。当初は、サビのアレンジを使用していたが、 2014年12月10日より歌い出しのアレンジに変更された。乗り場駅構内設備改札内店舗は3.4番線の上りホームの中央横浜寄りに改札外店舗は JR 連絡改札の正面口札横にそれぞれ設置されている1.2番線の下りホームの中央横浜寄りに設置されているこの売店は通常の商品の他に 鉄道グッズコーナーが併設されている。不規格年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。格年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。JR 東日本側の改札内には、企業圏の売店が出店し、近隣の武蔵小杉東急スクエア1階にも、出店している。主な駅弁は、下記の通り。 武蔵小杉の高層ビルマンション群駅の立地の関係で、バス停留所は4カ所に分散した設置となっている。JR の北口と横須賀線口、JR の東口、東急の正面口にバスターミナルが、東急の南口にバス停留所があり、川崎市交通局、川崎鶴見臨行バス、東急バスが、周辺各方面への路線バスを運行している。 停留所は北口、南口、横須賀線口、東口の4カ所に設けられているが、東口以外の3カ所は互いに500メートル程度離れており、東口はその3カ所を結んだ三角形の中央付近に位置する。J リーグ川崎フロンターレの本拠地になっている、とどろき陸上競技場や川崎市市民ミュージアムのある、とどろき緑地へのバスも発着する。 川崎市交通局、東急バスが運行する、路線バスが発着している。東急ババススがが運行するる。路線バスが発着している川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス、東急バス、京浜急行バスが運行する、路線バスが発着している。川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス、東急バス、京浜急行バスが運行する。 路線バスが発着している。東日本旅客鉄道の特急、成田エクスプレス、踊り子サーフィール踊り子の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。横須賀線停車駅の新川崎駅は通過注釈、出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。